大阪シリーズですけども、今はですね、堀江にいます。前からね、来たお店があって、スナップで何回か出てもらってる吉政くん、はい、いるじゃないですか。お店やってるって言ったじゃないですか。はい、そこに行ってみたいと思います。そう、インスタで募集しても、その吉政くん のお店の名前が結構上がってきたので、ちょっと気になって行ってみたいなと思います。こちらになります。どーん。こちらです。パレットアートアライブ。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。お久しぶりです。お久しぶりです。じゃあ、改めまして自己紹介をお願いします。はい。パレットアートアライブのディレクションさせていただいてます、川村です。よろしくお願いします。トップスタッフのリンゴと申します。リンゴさん。はい、かわいい名前。覚えやすいかなと思って。いや、そうです。源氏名？源氏です。源氏。すいません、源氏です。リンゴさん。リンゴちゃん。です。早速なんですけど、このお店っていつ頃から始めたの？はい、吉村くんが始めたんだよね。いや、僕は今はディレクションとしてやらせてて、始めたのはオーナーが一人で、12年前に。あ、そうなんだ。始めました。若い。だって26歳とかだよ。はい、そうです。フレッシュマンだよ。フレッシュマンです。そのフレッシュマンの吉政くんなんですけど、はい、どんな、コンセプトでやってるの？お店はパレットアートアライブって名前なんですけど、うんうん、人の個性、かっこ色みたいな、うんうんうん、人の個性と服の個性がこう混じり合って新たな色、新しい色になればいいなっていうのをコンセプトにして、うんうん、でそれが生きる芸術になる。アートアライブ、パレットアートアライブっていう感じです。じゃあ一押しのブランドから聞きたい。じゃあここがちょうどほとんど MSU なんですけど。出た、はい、出た。あ、そうです。出た、はい、絶対そうやと思ったもん。これも出てる。あ、そうです。これもね、覚えてる、はい、覚えてる。もう4年目とか5年目で、毎シーズンこう別注のお取り組みさせていただいたりとか、うちで結構メインのブランドとして。別注とかってあんの今？毎回ありがたいことにすぐ完売してて。へえ、すごい。さすが。いや、もうブランドの力もあって。やる僕たち結構このジップアップのパーカーとか、あと、うんうん、この辺とかも。これも MSU なんだ。はい、そうなんですよ。いろいろジップアップのパーカー、こっちこういう感じ。はい、そうです。ちょっとショートと今っぽい丈感だったりとか。ちょうどショーで、うんうん、ルックがこのセットアップで出て、これと、はい、あ、よいしょ、これかな。これはメンズレディスでいうと、メンズです。はい、まあ、でもレディースでも全然着れるよね。そうですね。サイズもパンツは42からあって、うんうんうん、まあ、それはウィメンズサイズみたいな感じで。 MSU といえばこうカッティング、はいはい、こういう、こういうちょっと透け感のあるものというか。これ春夏のものなんですけど、オパール加工っていう加工でちょっと溶かすようなイメージの布を溶かして、はい、穴を開けてるみたいな、はい、結構透けてるの多くない？ほら、はい、ラインがあるんですけど、うんうん、もう一応もうレースの透けるベースで、はい、あとはやっぱり絞り系ですよね、はい、今着てるやつもそうだし、カットもそうだし、結構シグネチャーになってるんじゃないかなと。これまたちょっと違うんですけど、あ、うん、こっちの方が、これが僕履いてるやつです。あ、こんなにこんなにすごい。結構落ち感伸びるもんね。気持ちいい。怖怖、僕もよくこうやってこうやって触ってます。もろ寂しい時はこうやって、はい。それがパーカー。パーカー、はい、初めて今シーズンフーディーパーカー出してるんですけど。パーカーだ。ポケットもあって。なにポケット警察が嬉しがってるぞ。しかもこれね、柄なの。トワールドジュイってヨーロッパのなんか生地とかに落とし込まれてる絵があるんですけど、それを今シーズンマリアージュっていうのをテーマにしてるので、うんうん、アメコミ風、うんうんうん、ヨーロッパのものとはアメリカンコミックっていう相反するものを混じり合わせてオリジナルグラフィックを書き起こして作られてます。で、こっちは春夏のものなんですけど、こんな感じ、スウェットっぽい感じ。ほんとだ、ちょっとよう見る、すっごい伸びる、はい、そう、スウェットだ、うんうん、MSU って書いてあって、すごい、すごい面白い。ショーでもレッドカーペットの上を歩いてたシーズンなんですけど、うんうん、はいはい、それでスパンコールとかがあったシーズン、はいはいはい、あ、スパンコールが、いろんなところにギミックが隠されてる、はい、これも MSU です。今回はこれを使ってスタイリングしてもらえるということなんですけども、はい、もう着る。ちょっと袖も長くてちょっと耳についてるんですけど、かわいい。ちょっとかわいいキュートなレイさんによりキュートになっていただきたい。ありがとうございます、はい、キュートいただきました。じゃーん、こんな感じになりました。かっこいい。
いいですよね。いいね、これ聞いてますね、はい、モホモホからキラキラなんて大好物ですやんってあ、ミカさんみたいになってるウォレットチェーンっぽいような感じのディテールで、これは MSC ここ3シーズンぐらい T シャツとかでやってるディテールなんですけど、今回はパーカーに落とし込んで、しかも手がね結構ね気持ちこれぐらい長い。そうなんですよ、大きくシュッとしてこう、はい、溜めて使う、かぶってもらうと、はい、どうなってんの、どうなってんの、ん、あ、耳がついてます、かわいい、めちゃチュキ、はい、めちゃめちゃ可愛くなる、かわいい。これはどこのでしたっけ。トーガです。パンツはスドーク、スドーク、はい、ですね。この後ろはハートになってて本当だ、細やかなディテールが可愛いのがスドークで、一応ウィメンズなんですけど、うんうん、男性でも着用される方が多くて、スウェット生地なのに、はい、あのスラックス見えするというか、そうです、ね、センターパーツ入ってパンツここら辺のあしらいとかも、うん、もうあの遠目から見たらスラックス履いてるんじゃないかなぐらいの感じなんですけど、うんうん、実際着用するとすごいリラックス感があってめちゃめちゃ楽に着ていただける。じゃあどっち行く、どっち、ここら辺、ここもぜひ、はい、ちょっと待って、その前にちょっと待って、これはこらこらこれは何、これはあの袖です、袖です、付け袖です、すごい、はい、好き。これはこっちがヘアバンドです。ヘアバンド、はい、あれこれロシア系じゃないですかこれ前後ろ変えられてつける人、あ、こっち、あ、これもこれ、あ、これ耳当てみたいで可愛くない、可愛いです、これこれ可愛い、なでつける花輪くんみたいになってる確かに花輪くんみたい、花輪くんみたいです。でもこれ可愛い、これがさっきのやつの色違い、はい、そうです、色違い、今日青も中に入れようかなと思ったんですけど、ちょっとレイさんはシルバーの方が上品かなと思って、ありがとうございます、はい、上品いただきましたこれカルネボレンテとか、あ、カルネボレンテです、このはいはい、ちょっとエロがいい、ね、はい、エッチな刺繍が、そうそうそう、うん、ここら辺は、お、それトーガです、割とトーガ好きなの、はい、私、ちょっと一応ここら辺はメンズラインで、トーガビリリリス、ビリリスっていうラインなんですけど、ちょっと透け感があって、はい、中の色で遊べそうです、キラキラいても可愛くない、いや、絶対可愛いです、このキラ感可愛くない、ね、若干の透け感なんでキラキラとかちょうど、ちょうどいい、あのおしゃれに見えるはずです ね、で後ろもトーガでシースルーの、シースルーの同じプリントシリーズのカーディガン、この時期良さげな、あら、これかわいい。あとはキラキラの、これはタイガイガリっていうブランドで、タイガイガリ、はい、まだ初めて聞いたかも、若いブランドで、これが5シーズン目なんですけど、うちファーストシーズンからやらせていただいてて、うんうんうん、お店にブランド集める基準って何かあるの、どんな基準で集めてる、いや、なんかそれこそあのパレットアタルのコンセプトがもういろんな色が混じり合ってみたいなんで、うんうん、もうジャンルレスで僕たちがこういいなと思ったものを国内外問わず、うんうん、もう直感で、直感で、はい、なんで実績とかっていうよりかはもう売れてるとかトレンドとかじゃなくて、吉野さんの感性に響いたもの、パレットアートライブに置いてあると全部これから売れてきそうな匂いがしてしまう、こちらもトーガンです、そうです、こっちクードス、クードス、はい、ちょっと穴開いてますみたいな、あ、でもこのストライプのピッチが出るんだ、はい、変わってて、面白い、これもちょっと穴開いてるんでレイヤードしていただきたいなっていうので、あとは刺繍があってみたりとか、はい、あ、これソイだ、ソイです、ソイとかもやってるんだね、そうなんですよ、これ意外、これリトルビッグっていうブランドで、あ、ガリアノさん、あ、そうですあの元カンナビ出身で、私めちゃめちゃ写真撮ってるワイルドな人が、いや、そうですね、ワイルド、ワイルドな、はい、こんな服を着てそうな人が作ってるやつ、テーラードを日常着にっていうのがテーマなんで、ーテーラード作ったりとか、あ、でも紫のイメージはある、ある、強いですよね、強い強い、ここら辺は総志大月で、これはちょっと別注で、別注、はい、おう、ジャケットとパンツの揃いで作ってるんですけど、うん、僕がよくフレアパンツ履くんですけど、総志大月でこう日本人の精神性とテーラリングを落とし込むっていうのがこうテーマなんですけど、うん、あの和だから袴パンツで、僕はフレアをよく履くからフレアをミックスさせたいなと思って、うんうん、袴だけど裾絞るとフレアになるみたいな、なんか締め縄をイメージしてこのタッセルを使って、締め縄、締め縄、はい、なんかここら辺もなんか巫女感ありますね、はい、そうですね、めでたい感じ、
でこっちはレディースをね、レディースのラックにさせていただきます。秋冬っていうのでちょっと新作もたくさん入ってきてて結構暗めになりがちなんですけど、うん、なんかちょっとこういうピンクの、あ、これもあのキラキラで、あ、しかも右と左の長さ、そうです。で、ね、これはどこの、これスドークっていうブランドの新作になっております、はいはい、こちらですね、これ、はい、パンツと同じです。そうです、そうです、面白い、こういうディテール、クシュクシュクシュってなる感じだよね。そうです、左手だけあの、うん、ここのシア部分をクシュクシュしていただいて着る感じになってます。あとはコトハ横澤の、はいはい、トゥードゥのシリーズ、プリーツのシリーズのトップスとかおすすめで、うんうんうん、結構いろいろありますもんね。そうです、前シーズンまではこの全てプリーツのパーツが全部プリーツで作られているものなんですけど、今シーズンからちょっと素材変えてて、なんかより動きが出るので、確かに確かにすごい似合われそうです。なんかヒラヒラしてるやつ、確かに、はい、パンツもすごい履きやすいイージーなスラックスになってて、これも面白くて、あの右足だけこうパーツが、あ、本当だ、こんな感じでついてるんですけど、動いたらこうヒラヒラする感じ。そうです、そうです。あ、なんか私好きそうなのいや、好きそうだなと思ってました、ね、お察しの通り、はいはい、これはこれはベルパーっていう、ベルパー、はい、初めて聞いた。こちらもベルパーになってて、こっちもこっちも、あ、そうです、そうです、メンズでも着れそうなフリーサイズのものを、あ、これも可愛いね、多く作ってたりで、うん、可愛い、あ、ちょっと目玉っぽいシルエットの、はい、でもここがなんかちょっとウエスタンっぽくもあるし、そうです、そうです、この花柄の部分とかは全てオリジナルの織で、ミニドレスで、あの、あ、そうだね、はい、そうだね、ショーツとか合わせで、あ、着たいで、ニーハイとか履き散らかしたい、散らかしたい、そんないっぱい履くこの辺のアキコアオキとか、うん、はいはい、これとかめっちゃお似合いになりそうなんですけど、これセットアップでこちら、へえ、ちょっとね、そう、ブルマみたいな、そうです、ブルマっぽいものを、うんうん、ちょっとスーツ地っぽいの落とし込んでる上下になってます。ストラップで、そうです、かなりこうセクシーにこうデコルテ見せれるのと、足も結構出る、見せますね、なんかブラがついたような、本当だ本当だ、こうフリーズで広がる、畳んであって広がるような、あー、なるほど、ここに胸が入るみたいなイメージですかね、イメージですね。いや、私の好きなボディースーツあった、あ、これはこれは、これフェティコの今シーズンの新作のフェティコでございます、バイカラーレオタード、あのボディースーツになってます。私もドンピシャにハマっちゃって、うん、毎シーズン、あ、似合いそう、似合いそう、これ、そうです、あ、そうなんだ、そうです、前のシーズンのフェティコのボディースーツです、うん、これも、あ、なんか下ね、そうなんだ、こう止めれるやつになってるんですけど、へー、編み編みしてるんだ、全部ニットの編みが変わってて、あー、好き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 謎穴大好き、へー謎穴これ謎穴、謎穴、謎穴、謎に穴が開いてるから、謎穴、謎穴、謎穴、この辺もおすすめですけどね、あのボルテージコントロールフィルターっていうブランド、長澤芽衣ちゃんが履いてたあボルテージコント、 あれですか、あのデニムの、はい、ボルテージの、そ、同じブランドです、あ、そうなんだ、初めてちゃんと見た、そう、これどこのブランドなの、これもあの日本です、あ、そうです、東京で、そうなんで、はい、ブラトップとこうセパレート、こちらもあれです、あのミニショーツ、ホットパンツみたいな感じと、あ、ここちょっと、そうです、絶対料金が開くやつですね、あります、これもそうです、ニットの、気になってたやつが、そう、嬉しい来た甲斐があった、これからこう勢いが上がってくるんじゃないかって言われてるようなブランドです、まあ、ここに置いたいと全てそんな気がするんですこれリュウさん似合いそうだなと思って今日のスタイリングで、おお、やるやる、やる、これはこれはどこの、こちら秋子青木の、秋子青木だ、新作のあのリバーシブルのニットになってます、こっちを表に着ると黒っぽくも着れるよってやつ、そうです、これとじゃあ何を、じゃあお楽しみにしときましょうか、わかりました、じゃあちょっと、はい、着替えてまいります、はい、じゃーん、こんな感じになりました、かわいい、かわいい、かわいい、絶対似合うと思ってました、なんか着たらここら辺すごい華奢見えするね、あ、そうです、このニットが特にあの、うんうん、肩落ちたところからパフスリーブになってるので、ポワンってね、そうです、やっぱりこういう女性ならではのシルエットっていうか、うんうんうん、アキコさんはこういうの得意なのかなっていうのと、スカートにデザインがある、ウエスト部分にデザインあるものをこう中に織り込むことで見せることができます、
本当は、本当はこういう感じが、リブがしっかり、ふふっと、なる。ふふっと、ふふっと、なります。気になるのは、かわいい。気になるのは、これは、はい、そうですね。こちらも、あの、今シーズンの秋か沖のイザベルっていうスカートに、うん、ナイロンのスカートになるんですけど、うんうん、あの、動画拝見させてもらってて、あの、ファーすごいお好きって。ありがとうございます。バレてます。ありがとうございます。ここも大好きっていうのをおっしゃったんで、大好き。ここのジップ開くことで、うんうん、あの、より歩きやすくなる。スカートになってて、確かに確かにギリギリ見えない、確かに確かに、実はこれを上に上げまして、あ、こういう、あの、ちょっとジャンプスーツ的なノリで、そうです、ここをもうちょっと絞ることで、おお、で、ここをここも、もう一段階、あの、締めることでちょっと位置も上げれたりします。だから低身長の方でも着れるように。なるほどね、かわいい、すごい、え、これ好き、私、本当ですか、うん、楽しい、服楽しい、で、私の好きそうなこれは何ですか。ファーのエプロンっていう、わお、見て、エプロン、新谷小塚の、あ、でもこれめっちゃ着回し効くやつじゃない、はい、いろいろこうどうスタイリングしようが試される感じ、そうですね、あ、この後ろの感じも可愛いな、なんかいろいろファーが渋滞してる感じだ。で、同じくファーなんですけどうん、うん、こっちはベストです。ベスト、はい、袖幅も広かったりとか、うんうん、首も、まあ、大きな部位なんですけど、形自体はショート丈で、すごいスタイリングに重宝するベストです、うんうん、ねー、1個あったら使えそうな、ここら辺でも結構カジュアルになっているというか、そうですね、着やすい、ありがとうございます。そのスケスケの方が、スケスケの方が、シュガーヒルとの別注で作った、また別注やって、はい、あの、福岡店を8月にオープンさせて、うん、オープン別注みたいなので、うんうん、先ほどの総称付きのものもシュガーヒルも、うん、作ったんだ、はい、へー、あと気になってる人いると思うんですけど、これは新谷小塚です。これもう嫌だってこと。あ、そうです、そうです、あの、嫌だ、今シーズン落語がキーワードでうん、うん、もう嫌だってテンション低いイメージじゃないですか、もう嫌だみたいな、うん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 、でもギャルがもう嫌だって言ったらもう嫌だみたいな、テンション上がるやつ、テンション上がる感じの、で、あの、商品名がモアイアディアなんですけど、うん、モアイアディア、モアイア、モアイア、もう嫌だみたいな、外国人からしたらもう嫌だってモアイアディアに聞こえるよねっていうので、聞こえねえよ商品名にしてます、モアイアディア、すごい、これ着てる人会いたいけどね。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした、楽しかった、ありがとうございます。発見がある、東京にはないセレクトがあるなって思った、うん、これ他に見なくない、ないです ね、 ね、あとあれですよね、10月後半何かイベントがあるということで、はい、10月の21日 の、うんうん、あの 土曜日から、うん、ベルパー、先ほどね、あの、レイさんが大好きだって言ってくれた、あの、半袖のシャツとかのブランドが次の春のシーズンの予約会をうちで行わせていただきます、はい、ぜひぜひ足を運んでもらえたらなと思います。はい、皆さん何が気になったでしょうか、気になるアイテムなどなどあればコメント欄に書き込んどいてもらえたらなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。